どうも、アキです。プロスペースやっていきましょう。はい、というわけでサファテを狙って最終ガチャでございます。いきましょう。グレードアップ使うと、もう今回は早いですよ。もう3本目ですからね、説明することもありません。サファテを引くだけです。いきましょう。頼むわ、マジで。そろそろ最近ですね、正直あんま引けてないんですよね、いい選手が。まあ、ロッテの田村選手をピンポイントで引けたというのはあったんですけど、あとまあまあ、菅野投手、則本投手は良かったですけど、それ以外、正直最近あんまり引き運が良くなくて、ちょっとね、このままではいかんよと。いかんよというところでね、昨日から S ランクはいっぱい出ています。見せましょう、ここで。さあ、ホーマン。はぁ、まあ、うんちでかよ。やっていきましょう。さあ頼む。さあ待て、お願い、これだけは本当に最強決定戦に向けて補強しておきたい。抑えだけは頼む。さあ待て、 A ランクも持っているから称号もつけられるし、頼む。ビッグファイブ、サファテさんアゲイン、頼む。A ランク以上の自チーム選手1人確定もソフトバンクでいきましょう。昨日、内川選手、そして柳田選手、松田選手となかなかね、いいラインナップであることが判明しましたので、あとは本当に中村晃選手もですね、シリーズ2に向けては期待ということで、ソフトバンクで悪くないでしょう。おお、野上ナイス、いいよ。これで野上ももう5枚ぐらい揃ったかな。ただ野上投手に関しては逆にシリーズ2能力落ちそうですね。ちょっとシリーズ1の能力が高すぎる。はい、頼む。さあ、ギータの A ランク、ギータの A ランク、頼む。ギータの A ランク欲しい。グレードアップスカウトは、まあ、戦力強化スカウトよりは、あの、狙いの選手というところで言うと引きにくいんですけど、この A ランクは、マジで優秀なんで。おっしゃ、オッケー。途中がめっちゃ優秀。ナイスナイス。ナイスギータ。ラスト、さあ、サボテ、頼む、サボテ。もうここで引くしかないんですよ、サボテは。今回がラストです。ラストゲームです。ラストイニングです。そう、抑え投手だけにやっていきましょう。頼む、サファテ、マジで頼む。これだけは補強させて。30連引いたから、違う、90連だこれ、違う。誰、うわあ、今回もご視聴いただきありがとうございました。 34×3 の100連以上引いたんですが、サファテ選手が引けませんでした。まあでも、麻酔投手これでまた限界突破進むんで、ただまだ極みになんないんですよね。くぅー、つれい、くぅー、アディオス。